勇気ある挑戦をするということで、私はこちら品川区の目黒駅で間違いない候補柴田慶也、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。子どものですね、権利を守る、皆様の暮らしを守る勇気の男でございます。柴田慶也でございます。私は永井秀和と言います。どこかでね、なんか見たことあるのかなと思われる方もいらっしゃるでしょう。あれ、フィリピンの人だっけなんてね、思うのかもしれませんけれども、あれ、エンタの人だっけ、エンタの人と言った方がね、皆さんはちょっと思い出深いのではないでしょうか。私は今日はここの目黒駅の前で、この柴田慶也候補のですね、必勝を期してですね、ここでお話をさせていただいております。柴田慶也候補は本当に、このね、選挙に来るまでの間、心までの間、子どもの権利を守るためにですね、特に親権制度というものに対してのですね、子どもの権利を踏みにじっていくような、子どもの幸せを奪っていくような、そういった問題に関して、身をもって、戦っている候補でございます。ありがとうございます。柴田慶也でございます。今日はですね、こちらをお借りさせていただきまして、柴田慶也候補の応援をさせていただいております。今たすきをかけている候補がですね、ありがとうございます。柴田慶也でございます。皆さんからね、ちょっとこう見ていただいても、私も手を振っているんですが、ちょっと一別いただくということでございますけれども、今品川区議会補欠選挙ちょうどやっております。ぜひ、あさっての投開票の日には柴田慶也とお書きいただきたい。またですね、今期日前投票もやっておりますので、そこで、ぜひこの柴田慶也でございます。白シャツの似合うですね、やった男でございます。素敵な笑顔がですね、その彼の人間性を表しているのでございます。柴田慶也でございます。品川の柴慶といったら柴田慶也でございます。柴田慶也とお家に帰ったら一言言ってみてください。何かいいことがあるかもしれません。柴田慶也でございます。いやー、今日も疲れたな。そうだ、柴田慶也に投票しよう、ね。こんなですね、皆様の安らぎに、皆様の憩いの、皆様のですね、暮らしを守る、そんな柴田慶也候補ですね、ぜひ皆様一票、そして皆様のお友達、ご家族等にですね、この柴田慶也候補をですね、ぜひぜひ投票していただきたいと私は切に願います。私はエンタの神様等で、おなじみだった、いろいろ過去形になりますけれども、永井秀和と言います。どうもありがとうございます。間違いないそうですね。番組等に出ておりました永井秀和でございます。今日はこの柴田慶也候補、無所属で、戦っております。規制の政党にはですね、手を向けてですね、何か大きなね、政党の党利党略、党議党則というものを離れて、自らの政策をこの区政に反映させていきたい、区政で見届けたいという一心で、この無所属という形で、皆様にですね、必ずやこの品川区のですね、思いを、品川区の問題を、解決していく、そんな公職に就くに足る人物でございます。ぜひ皆様、今ですね、柴田慶也ですね、皆様のもとに向かっております。
白シャツで、タスキをかけている人でございます。まあね、タスキをかけている人っていうのは大体夜とかだとね、宴会部長とかね、ちょっと面白グッズでタスキかけてる人もいますけれども、今は選挙期間ということで、もうガチでですね、立候補をしているこの候補がですね、柴田敬也でございます。目を振っております。ちょっとね、ぱっと見なかなかいい男かなと思うんですけれども、よく見るとやっぱりいい男でございますね。ポスターと本人が同じでございます。ポスターとね、本人結構違う人いるんですけれども、特に加工もしておりません。何かね、修正したり編集したりごまかしたりしないんです。もうそのままで素敵な男性でございます。ぜひ柴田敬也候補ですね、に一票をいただきたいと思います。柴田敬也候補はですね、実際に、お子さんがですね連れ去られたりとかというような、悲しい経験をしたことがあるんです。その中からこの行政の矛盾、司法の問題というものにぶつかりながら、この当事者である柴田さんがですね、子どもの権利を守っていく、子どもの幸せを第一にしていく、子どもファーストのこの思いを、品川区政、地方政治を変えていくこの男をですね、ぜひ皆さん、柴田敬也間違いない、この候補にですね、付託していただきたい、投票していただきたいという思いでございます。柴田敬也でございます。今日はこの品川区目黒駅の交差点をお借りさせていただきまして、皆様にご挨拶をさせていただいております。今現在ですね、品川区の補欠選挙もいろいろな大きな政党が公認、ありがとうございます、推薦がかかったね、そんな状態で立候補している方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、柴田さんはですね、あくまでも大きな政党をバックにしない、どこか強い組織をバックにしない、宗教団体をバックにしない、市民の力を得てですね、この選挙戦を戦い抜くんだ、勝っていきたいんだという思いでございます。ぜひ柴田敬也あとですね、もう2日で投開票で、あさってが投開票でございます。ぜひ皆さん、柴田敬也もう忘れないでください。敬也ときたらですね、上の句は柴田でございます。柴田と来たら下の区は敬也でございます。こんにちは、柴田敬也でございます。この品川区区政をの改革者でございます。ぜひ皆様にこの名前を覚えていただき、顔を覚えていただき、そしてこの品川区でですね、徹底的に働いていただこう、そういう思いでですね、ぜひ送っていただきたいと思います。それではですね、柴田敬也候補の方から、一言、こちらの品川区政に対する思いというものを発表していただきたいと思います。品川秀和さん、本当に応援演説ありがとうございました。ありがとうございました。私が、品川区議会議員補欠選挙無所属で今立候補しております。チラシの受け取りありがとうございます。無所属で立候補しております柴田敬也と申します。ご注目いただきましてありがとうございます。無所属で立候補ということで、なかなか応援演説、いろいろな有名な先生方とか応援演説いただくこと難しいんですけれども、永井秀和さん間違いないで有名な永井秀和さん、永井秀和さんも西東京市の方でこの子どもの権利に関する政治活動しておりまして、そこで共感して応援をいただく、そのような関係性で本日永井秀和さんに応援演説いただきました。本当に私にとって応援演説いただける方、非常に貴重な存在ですので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。さて、いよいよあさって
いよいよ明後日でございます。10月2日、品川区議会議員補欠選挙、お並びに品川区長選挙、取り行われます。私は品川区議会議員の補欠選挙に立候補しております。柴田誠也と申します。目黒駅ご通行中の皆様、ちょうどお昼時、お食事中の方、非常に多いと思いますけれども、大きな音でお騒がせしております。私は柴田誠也、品川区議会議員補欠選挙に無所属でチャレンジをしております。無所属ということで、なかなか応援演説いただく機会ないんですけれども、今日は間違いないで有名な永井秀和さん、同じ子供にとって優しい社会、そして宗教2世問題、永井さん本人も宗教2世の問題当事者ということで、子供の権利、子供にとって過ごしやすい社会を作るというところを共感いたしまして、永井さんに応援演説をいただきました。私は柴田圭也でございます。選挙戦も今日と明日で終わりとなっています。今日と明日、大きな音で品川区内カクカク回らせていただくことになると思います。明日までですので、どうか品川区の皆様、明日まで大きな音でお騒がせすることをご了承いただければと思います。私は柴田圭也でございます。柴田圭也、今回無所属で品川区議会議員補欠選挙をチャレンジしております。無所属でのチャレンジ、この挑戦者という名前を掲げて無所属でチャレンジをしております。なかなか補欠選挙と言いますと定数が少ない中、そして日本全国でこういった選挙同時に開催されているわけではないので、政党の公認候補、非常に多くの応援が入って、非常に大規模な形で選挙戦展開しておりますけれども、柴田圭也は無所属でチャレンジしております。なかなか大規模な選挙できないんですけれども、直接皆様のおそばでご挨拶させていただきながら、皆様に直接私の声でお訴えをさせていただいております。私は柴田圭也でございます。何度も申し上げてますけれども、私は完全無所属でチャレンジをしております。品川区政、行政、こういったものは品川区民の皆様に本当に寄り添って皆様の不安なこと、お困りごと、それをしっかり汲み取って品川区民の皆様のために働いていく、これが品川区の行政の役割、その役割を担うのが品川区議会議員、私はそう捉えております。だからこそ無所属な柴田圭也が政党や宗教団体、他の団体、そういったもの一切忖度なく、区民の皆様の声をしっかり区議会へ届けてまいりたい、そういう強い思いで無所属ではございますけれども、お立候補させていただいております。私は無所属で品川区議会議員補欠選挙お立候補いたしました柴田圭也でございます。無所属だからこそ、区民の皆様同じ目線、区民の皆様と同じ価値観、そして区民の皆様の言葉を誰にも忖度することなく品川区議会へ届けることができるんです。しかしながら、今の品川区議会40名定数いるんですけれども、その半数以上が国政政党、自民党さん、共産党さん、公明党さんの議員で占められている。品川区民の皆様の声をしっかりと拾い上げて品川区議会に届けていくのが品川区議会議員の仕事ですけれども、党に所属しているとその党の方針に従った政策しか投影としていかない。本当に区民の皆様を向いて区民の皆様の言葉を拾い上げることができるのか、私は品川区の行政においては政党政治
政党政治とは切り離して、本当に無所属で区民の皆様にしっかりと向き合って区民の皆様の声を拾い上げていく、それができる議員が多く必要だと私は思います。品川区議会議員、区議会議員というのは本当に区民の皆様の声、区民の皆様と直接対話させていただいてお困りごとを拾い上げる、それをしっかりお困りごとを解消する政策を提言していく、これが品川区議会の区議会議員の役割です。政党に所属した区議会議員はどうしても国会議員や、あ、チラシの受け取りありがとうございます、柴田圭也でございます。国会議員や都議会議員、上を見て仕事をしてしまう、区民の皆様の声をしっかり拾い上げる、そこがどうしてもできなくなってしまう、弱くなってしまう、柴田圭也は政党に属さず無所属で自分の足でしっかり立って区民の皆様と直接今年は対話を重ね、区民の皆様のお困りごとしっかり聞いて、そして区民の皆様の声を誰に忖度することもなく品川区議会議員へしっかりと届けてまいるということをお約束いたします。私は柴田圭也でございます。途中途中の皆様、柴田圭也でございます。この区議会議員、地方行政において国政政党、政党政治、これは必要ない、これは実は他の政党も分かっていること、だから区長選挙の候補者、皆様ちゃんとチェックしてください。6人いる候補者すべて表向きは無所属となっています。政党の色が出ないように無所属ということを表向き無所属にして、そして区長に立候補している、これはまさに政党自身が、政党政治はこの行政の政治、政党政治は向いていないんだということを自ら表明している、その証だと思います。本当の無所属は誰なのかというところをぜひ皆様しっかりと候補者本人見ていただいてご判断いただければと思います。私は柴田圭也でございます。本当に正真正銘無所属でチャレンジをしております。だからこそ大きな応援、そういったものもなく、そういったこじんまりとした形ではございますが、皆様の前に直接立ってこんにちは、ご注目ありがとうございます、柴田圭也でございます。皆様の前に直接立って直接私の言葉でお訴えをさせていただいております。私は柴田圭也でございます。選挙戦、この前の日曜日から始まって今日で6日目となりました。そして選挙戦、いよいよ明日で終わりでございます。今日と明日、最後の最後まですでに声が枯れかかってきておりますけれども、明日が最後となっております。最後の最後まで諦めずに皆様の前に直接立ってご挨拶をさせていただきます。私は柴田圭也でございます。ご通行中の皆様、品川区民の皆様にとって本当に身近な選挙が明後日行われます。明日の次、明後日品川区長選挙並びに品川区議会議員補欠選挙取り行われます。私は柴田圭也、品川区議会議員補欠選挙に無所属でチャレンジをしております。ぜひご通行中の皆様、投票所に足を運びいただいて、そして皆様の一票を柴田圭也に投じていただきたい、皆様の一票を柴田圭也に託していただきたい、と強くお願い申し上げて、柴田圭也、ここからご挨拶をさせていただいております。私は柴田圭也でございます。品川区議会議員の選挙、こんにちは、お振り立て大きな音でお伝えをしております。私は柴田圭也でございます。品川区区議会議員補欠選挙、無所属でチャレンジをしております。ご通行中の皆様、本当にご通行中の皆様、品川区民の皆様、皆様の生活にとって本当に身近な大きく関係してくる選挙です。ぜひ関心を持って皆様自身、決定を無駄にせず投票で足を運びください。私は柴田圭也でございます。お呼び立ち、お不思議なところ、こんにちは、気をつけてね、こんにちは、大きな音でお騒がせしております。
私柴田敬也は7歳5歳2人の子供を育てながら選挙戦今回無所属でチャレンジをしております。7歳5歳2人の子供を育てながら、そして私が訴える主に訴えていること、一つとして子供の権利、子供の権利というものを主体的に訴えさせていただいております。子供の権利、子供の権利というのは全ての子供が生まれながらにして一人の人間としてしっかり尊重されて、そして子供の意見、子供の意思、それも汲み取られて、そういう状況の中ご飯を満足に食べて、そして教育を受けて、適切な医療を受けて健やかに育つ、それが子どもの権利として国際条約で定められています。私石形慶也は7歳5歳2人の子どもを育てる父親として今日も保育園に子どもを送って選挙活動をしておりますけれども、2人の子どもを育てる中でもっとこの社会全体が子どもに優しく、子どもの権利をしっかり守った社会に根本から変えていかなければ、今の日本少子化問題に代表されるように子どもがさまざまな生き苦しさを抱え、そして子どもが世界で一番自殺の多いこの日本、この日本を変えていかなければ、この日本は将来衰退してしまう。子どもを支えることこそが10年後、20年後の日本を支えていく、そう強く思い、子どものために子どもの権利を守る、そんな社会をこの品川区から行政から一歩一歩変えていくことが必要だと、そう強く思い、私は柴田敬也は品川区議会議員補欠選挙をこの度無所属でチャレンジをしております。ご通行中の皆様、そういう皆様、子どもの権利、子どもの権利というものをしっかり覚えていただいて、そして皆様も一緒に子どもの権利が守られた、子どもに優しい社会を作っていっていただきたい、そう強くお願いを申し上げます。私は柴田敬也と申します。品川区議会議員補欠選挙、あさって執り行われます。品川区議会議員補欠選挙、無所属でチャレンジをしております、柴田敬也でございます。子どもの権利、子どもが、すべての子どもが満足にご飯を食べて、そして適切な医療を受けられて、満足な教育を受けて健やかに育っていく、ただただそれだけのこと、それが国際条約として定められている子どもの権利条約です。しかしながら今この日本は子どもの権利条約しっかり守られていない、そういう非難を世界各国から受けてしまっている。子どもが本当にさまざまな生きづらさを抱えてしまい、そして自殺率が非常に多い今のこの社会、日本社会、根本から変えていく、それが私柴田敬也の強い思いでございます。子どもの権利を守る、さまざまな生きづらさを解消していく、本当に全ての子どもたちが生きづらさを抱えている、全ての子どもが生活している主な場所、それは家庭でございます。その家庭の安心安全な家庭の構築、安心安全な家庭の支援、いろいろ子育て世代、子育てに関する悩みも多くあると思います。私も夫婦で子育てをしていく中で、子育ての価値観、子育ての方針の違いで何度も衝突しながら、そして非常に離婚の危機もありながらも子育てを一緒にしてまいりました。そういった時に今の日本、家庭の問題は家庭の問題ということで何も支援がない、行政も社会も法律も何も支援がない、そんな中で家庭がどんどん崩壊し、そして一人親家庭、こういったものがどんどん増産されてしまっている、これが子どもの生きづらさ、そういったものにもつながっている側面あると思います。私柴田敬也はこの日本を、社会を支えていく最小単位の構成が家族だと思っています。その家族を社会全体が、地域が、そして行政が支援で支えていく、壊すのではない、家族がしっかりと家族の携帯のまま子どもをしっかりと見守っていける、そのような
社会的な構造に根本的なところから変えていきたいというのが私の思いでございます。社会も大きく30年前、40年前から変わってきました。それに合わせ家族構成も変わってきました。多家族が増え、家族が社会から孤立、社会から孤独化していってしまう。それを一歩踏み込んで、行政と家族、家庭が適正な距離感で、そして把握できることが本当に困った人へ必要な支援を迅速に届けるキーワードになるのではないでしょうか。私、柴田敬也は行政からそのような政策を提言して、行政と家族が適切な距離感で関わり、子どもが何か困ったことがあれば迅速に支援ができる、必要なところに、困った時に必要なところに迅速な支援ができる、そのような体制を仕組み作りから考えていきたいと考えております。私は柴田敬也でございます。品川県議会議員補欠選挙、あさって取り行われます。品川県議会議員補欠選挙、ご所属でチャレンジをしております。ご所属の皆様、来ているご所属の皆様、ご所属でチャレンジしている柴田敬也、どうか心に刻んでいただいて、あさって投票所に行った際には2枚目の投票用紙、柴田敬也に皆様の一票を心からお願い申し上げます。柴田敬也、お願いを申し上げまして、また長井秀和さんにちょっと応援演説を変わらせていただきたいと思います。長井さん、よろしくお願いいたします。はい、バイクの方を変わらせていただきました。私がエンタの神様等で、なんとなく皆様の記憶のどこか片隅にあるのではないかという間違いない長井秀和でございます。今日はですね、この柴田敬也、この品川補欠選挙の勇気ある無所属の候補の応援に参りました、長井秀和でございます。長井秀和となんとなくピンとした方はもう、まあ、ちょっとネットで引いてください。なんか出てきますからね。西東京等で私は政治活動させていただいております。西東京では私政治活動して、そしてこの品川区では今ですね、柴田敬也候補が今現在品川のいろいろな困ったこととかね、いわゆるトラブルになったこととか、不幸なことというものに関して真っ先に駆けつけて、市民の声、区民の声を聞いていくという勇気と行動の人でございます。それが柴田敬也でございます。私は間違いないの長井秀和でございます。今日はこの柴田敬也候補の応援に参りました。通学路がちょっとね、危険だなと、学校が子供に行く学校にね、子供が行くときにちょっと不安だな、そんな時は柴田敬也でございます。この柴田敬也が通学路の問題、学校の問題というものも積極的に議会で取り上げて改善していきます。例えば教育の問題、タブレットを導入して、ただね、なかなかこのバッグの中に、ランドセルの中に長い生活でございます。ちょっと重いよな、どうしようかな、なんとか解決し、柴田敬也でございます。柴田敬也がこのようなですね、教育の現場の問題というものにもしっかりと対応させていただきます。お隣のね、近所の問題もいろいろございます。この辺はどうしてもですね、道のですね、整備がなってないなと、街灯があんまりね、ライトの方がちょっと暗くてね、夜道怖いな、そんな時は柴田敬也でございます。柴田と来たら敬也なんですよ。敬也と来たらですね、柴田なんですよ。ぜひ皆さんこれ今日ね、覚えて帰ってください。柴田と来たら敬也ですよ。これ出ますよね。皆さん今日のね、帰りの際のテストにで、ね、柴田と来たら何、敬也でございますね。敬也の上は何、柴田でございます。柴田敬也、
柴田敬也がこの区議会の補欠選挙の方でですね、ぜひこの品川区の中でですね、改革を起こしていきたい、永井秀和でございます、間違いないでございます、をやっていく、必ず断行する、貫徹する信念の男でございます。この柴田敬也にですね、ぜひ皆さん一票投じていただきたい。そしてですね、裏切りません。決して有権者の皆様の心を失望させません、必ずや皆様のご家庭のもとで、暮らしを守っていく政治家として立派な仕事をしていく、間違いない、私は永井秀和でございます、いろいろなですね、品川の中にも問題がございます、どうもね、介護をしている中で、介護疲れというものもございますよ、本当に地域包括センターの方のね、問題でなかなかいわゆるこう介護していただく方とのですね、相性が合わないななんてことがございます。そんな時に、真っ先に解決していただくのは柴田敬也でございます。今日はね、柴田敬也という6文字ぜひ覚えていただきたい。このね、柴田敬也、この品川補欠選挙の候補でございます。皆さんにとっては今日のラッキーワードでございます。柴田ときたら敬也でございます。敬也の上には柴田でございます。今日ね、ぜひこの品川区補欠選挙にですね、立候補して、あさってが投開票なんでございます。ぜひ皆様、この一番品川区補欠選挙の中で信頼に足る男、行動する男、そして何より白シャツが似合います。もうね、もう夏でも冬でもこの格好でですね、区民の皆様の前に現れますよ、冬はちょっと寒いかもしれないけれども、もうそんなこと関係ないんです。なんでね、このような格好をされているのかと言ったらですね、これはスーツを着て、どこか会議でね、決めるということではなく、皆様のご家庭で、皆様の職場で、いろいろなですね、商店街でですね、何か困ったことがあったら真っ先に柴田敬也は駆けつけます。その気持ちの表れがですね、今日この白シャツ、デニムの白シャツ、あの男、白シャツデニムの憎いやつ、ぜひ覚えていただきたい、柴田敬也でございます。今日こんなね、チャンスはございません。柴田さんもね、世の中にたくさんいますよ。いろんな柴田さんがいる、いろんな柴田がいるけどね、今日は敬也だよ。今日は柴田の中でも敬也推し、ぜひね、皆さん、この品川区補欠選挙では柴田敬也がですね、品川区政を変えていきます、間違いない。そして私は永井秀和でございます。どこかね、この声に聞き覚えのある方、この顔に見覚えのある方、この顔にピンときたら110番、一晩した後ね、ちょっとね、指名手配とかになっちゃって、そうではなくてですね、この顔にピンときたら、この男は必ずやってくれます。無所属、党議党則にね、縛られない、決してね、大きな業界団体とか、労働組合とか、宗教団体に組みしない、忖度しない、その男は一体誰ですか？柴田敬也でございますよ。ぜひ皆様覚えてください。忖度しない男とは柴田敬也でございます。今日はね、この柴ちゃん、もう品川の柴ちゃんって言ったらね、品川の柴って言ったらもう柴田敬也なんですよ。今日覚えてください。
このね、柴田慶也という名前を覚えていただきましたら、今日寝る前にね、寝床で柴田慶也、柴田慶也、柴田慶也っても10回ぐらいね、唱えてみてください。そうするとですね、寝息がね、聞こえるように、眠りが早くなると思います。そういった効果も、ヒーリング効果もございます。そんなね、柴田慶也をぜひぜひこの品川で勝たせていただきたい。皆さんと一緒に、この品川でね、暮らしていて、ちょっとですね、心もとないな、不安だな、こんな時には、柴ちゃん呼んで、来るから、ちょっとね、防災の問題とかで、何かね、最近、やっぱり東京は本当にですね、長い生活でございます、もう地震とか多いですから。地震があった、怖いな、そんな時に不安になったらですね、ちょっと柴田さんと電話して、なんか来るから。そしてですね、この品川の防災ネットワークというものに関してもしっかりと尽力してですね、市内の中でも区内の中でも自助、共助、公助といったそういったネットワークをしっかり作っている男が、この白シャツのタスキをかけているデニムの男、なんかなかなかイケメン、この男が柴田慶也でございます。皆さん、柴田ときたら慶也なんですよ。ちょっと今日はね、いろんな柴田さんいらっしゃいますけれども、ちょっととりあえず柴田会ではね、もう今日はもう慶也にしといてくださいね。もうトップに来るのは慶也、柴田、ぜひこの候補を覚えていただきたいと思います。このね、区議会選挙の中で一番働く男でございますよ。はい、このね、柴田慶也候補ですね、この品川区の中で、これはですね、公式な統計ではないですけれども、品川区民に聞きました。今ね、品川区の中の地域活動でですね、よく顔を出す男って人って誰かなと聞きますと、やっぱり柴田慶也の声が上がるんですよ。これもうね、間違いない。ぜひ皆様、この柴田慶也という男をですね、今日凝視してくださいね。なんかほら、柴田慶也ってタスキかけてるんだから、もう皆さん見てくれと言ってるようなもんなんですよね。全然知らない、なんか秀勝でございます、ありがとうございます。全然知らない人をね、急にね、もうじろじろ見回すとですね、なんか付きまといとか言われちゃいますけれども、今日は選挙でございますよ。このタスキをしているこの白シャツの柴田慶也をまじまじとじろじろと見てやってください。この信念の男でございます。そしてね、私柴田慶也さんとね、話してる時に気づいたんですよ。柴田慶也さんと目が合った時、柴田慶也の瞳にですね、炎が上がってました。ブワッと、あれと、間近にですね、暖炉でもあるのかなと思ったらなかったんですよ。それくらい心がメラ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 燃え上がってるとですね、もう瞳の中に炎が上がるというね、公共バス働いたのかなと思うぐらいね、それぐらいこの情熱と行動の力がですね、他の候補に比べると段違い、桁違いでございます、ね、もうそのね、情熱の力だけでですね、もうビル1棟の電力賄えちゃうぐらいですよ。それぐらいこの品川の中で皆様にこの癖を変えていく、この暮らしを支えていくという強い信念、強い思い、そして行動というものがしっかりこの男のハートには詰まっているんです。ぜひ皆様、この熱きこの男をですね、ぜひ品川区議会に送り込んでいただきたい。1票、2票、3票、4票、5票に抜かし6票、ね、もうどしどし、1票2票っていうから、
米ダーラとか持ってこないでくださいね。まあ、米ダーラだと、それはもうお腹空いた時に使っていただいて、もうこの今選挙期間ですから、期日前の時にはもうぜひ1票2票3票とですね、1票2票3票間違いないとね、3票入れるごとにですね間違いないと言ってみてくださいね。多分血糖値が下がります。もうそういったですね、体にもいい、そういった効果がございます。ぜひ、品川区区議会補欠選挙は今このですね、タスキをかけている、まあタスキをかけているから、まあ、なんかやってんだろうと多分皆さん思いますよね。なんかやってるんですよ。そうなんですよ、補欠選挙がございます。ありがとうございます、ご対応いただきまして。まあ、ただね、品川区のね、友人がいらっしゃいましたら、この目黒駅でね、なんか熱く語っている男がいたよということをぜひ覚えてください。皆さんにとっては一期一会かもしれませんけれども、皆様の生活を根本的に支えていく、誰も取り残さない、そのようなですね、政策を掲げて、子どもの未来と子どもの安全と子どもの将来をですねしっかりと担保していく、そういった品川区のですね、プリンスでございます。ぜひ皆様にこの柴田敬也を覚えていただきたい、そして柴田敬也に一票いただきたいと思います。今ですね、品川区の中で最近ですね、品川区限定ですけれども、最近どうなのって言うと、柴田敬也かなという言葉が返ってくる時あるんですよ、ね、いやーちょっとやっぱりまだまだ暑いよね、柴田敬也だよねというようなね、もう会話の中にもう何気なく柴田敬也という言葉がもう皆さんの中のですね、品川区の中のトレンドワードでございますよ。まあ、それほどですね、柴田敬也という言葉は、柴田敬也という候補は品川区民の方に、品川区民の方に対してですね、非常に寄り添うようなことになっております。ちょっとおじいさんのね、早めに、ちょっとね、待っていただきまして、すいませんね、今ちょっとね、プレゼントなんで、あ、大変申し訳ございません。はい、どうしてもね、このようにですね、品川区の中でもいわゆる交通という問題でもですね、やはり信号の青になっている長さというものもですね、全ての方にとって、適切だというとそういうわけではないということでございますので、交通量といわゆる車と人の時間というものに関してもね、もう一度見つめ直していかなければいけないというものもございます。このね、信号のね、どれだけこう青の時間があるのかとか点滅だとかっていうのは、ありがとうございます。あ、ここでやるってことかな。いや、車が邪魔です。おめでとうございます。まあ、今ですね、どうしてもちょっとね、その車の問題に関してですね、大変申し訳ございません。本当に高島正信のホテルの時張りに謝らせていただきたいという思いでございます。柴田敬也でございます。今ね、市民の困っていることに関しても、そして、何か不都合があったときに、すぐに対応するという男でございます。ぜひ、柴田敬也、この品川区政でですね、働かせていただきたいという思いでございます。ありがとうございます。私は間違いないの長井秀和でございます。今日はこちら品川のね、目黒駅の前で、皆様に、
マイクを持って挨拶をさせていただいているということでございます。本当にね、柴田恵也さんというのは品川区民にしっかり寄り添う、一人も取り残さないといったですね、あの品川区のですね、もうアイコンのような方なんですよ。本当にね、皆様の会話の中にすっとですね、柴田恵也というこの、まあ、人物存在感がですね、非常に皆様の間にですね、まさに品川区にふさわしいこの男、ぜひ1票2票3票と投じていただきたいと思います。いやー、ちょっとね、家帰ったらさ、暑いんだよね、室内も。いや、品川区やだもん。というね、本当にですね、会話の中にスッと出てくるのが柴田恵也なんでございますよ。もうぜひ皆さんに分かっていただきたい。ね、ちょっとね、野菜も値上がりしちゃってんな。どうしよう。ね、マルエツ行くかな。マルエツもどう、柴田恵也かな。というようなね、もうそれぐらいね、柴田さんというのは皆様の生活にぴったり寄り添っている、この男でございます。ぜひこの品川区、品川区を大胆に変えていく、この区政の中では、もう絶対に必要な男でございます。柴田恵也。もうね、柴田恵也っていう、もうお店を出したくなっちゃいます。はい、もう何を売るかって言ったら、もう柴田恵也をもう売ります。もうそういうようなですね、柴田恵也、お店じゃないです。人の名前ですよ。ね、柴田恵也候補がですね、品川区を大胆に変えていきます。子供たちの未来を守っていきます。そしてですね、今現在、介護の問題、教育の問題、医療の問題、そういったことに関してもしっかりと取り組んでおります。健康保険料が高いんだよね、参ったな。そうだ、柴田恵也に話をしようということなんですよ。まあ、どんなことがあっても柴田さんに話をしてみたらですね、すべてね、最善の対応していただきます。ぜひね、この白シャツの男、まあ、普段からずっとタスキはかけていないですけどね、もう一度見ていただければ分かると思うんです。この男、柴田恵也を見た時にはぜひ、この品川で公職について、働いていただきたいと思っております。まあ真面目な話をしたらですね、まあ、今全国市区町村に子ども食堂というものがあります。なかなかね、7人に1人がですね、貧困だと言われていてですね、本当に十分な栄養のある食べ物がですね、食べれないというような子どもが増えているという中でね、これは一体誰の責任なのかと言ったら、これはやはりね、政治、国政、まあ、そしてですね、地方の政治というものに起因してくるのではないでしょうか。このね、政治というものがもししっかりしていたらですね、そんな子ども食堂とかね、至るところに作らなくてもいいんですよ。この日本がですね、この10年、20年の間にどんどん貧困が進んでいってしまっているということは、皆さんも肌でわかると思います。もうこのようなことがないようにですね、政治を根本的に変えていく、子どもファーストのこの男、それこそ柴田恵也議員でございます。候補でございます。私は間違いないの永井秀和でございます。今日は柴田恵也候補にぜひ品川でですね、戦っていただきたいという思いで、今日は私はマイクを取らせていただいております。本当にいろいろな問題があるんです。教育でですね、受験の時に
ピーキングテストが増えるんだよな、どうしようかな、子供はなかなか対応できないな、そんな時には柴田慶也でございます。柴田慶也が現在の受験制度に関してもしっかりと提案していく、そのような提案とそれからですね指摘をしっかりできる、そんな地方議員になれる大いなる資質を持っているのでございます。ありがとうございます。今日は柴田慶也、柴田慶也じゃないですからね、柴田で一回切って慶也でございます。柴田いやじゃない、たまに間違える人いるんですよね、柴田いや、いやいやいや柴田慶也でございます、読み方としては柴田で一回切ってもらって慶也でございます、それでですね柴田慶也候補、柴田慶也候補がですね、今回は品川区政に挑戦させていただいております。柴田慶也ではございません、柴田いやでもございません、柴田慶也でございます。ぜひね、この名前をしっかり覚えていただきまして、この品川区政に、安定とですね、それから挑戦していく改革を起こしていく、そんな壁を作っていけるのが柴田慶也候補でございます。今日はね、私永井秀勝がお話をさせていただいておりますけれども、もう柴田慶也候補今手を振っております。ありがとうございます。ぜひぜひね、柴田慶也候補にですね品川区政で働いていただきたい、そういった強い思いがございます。私も今日はですねこの交差点に立っているときに、そういった区民の思いというものがひしひしともう熱くなってきてますから、まあ、多分ちょっとコンクリートの照り返しで熱くなってるのかなっていうのもあるんですけども、その皆様の熱がですねこの今私がスピーチをしているところにこう伝わってきます。皆さんのその思い、しっかりと区政に反映していく、そういった資質のある素晴らしい議員をですねぜひ皆さんの力で輩出してもらいたいという思いでございます。ぜひ覚えてください、柴田慶也でございます。あの日あの時、学生時代サークルがあってね、帰りはクタクタになって帰った、そんな時に柴田慶也でございますよ、この柴田慶也がいるから、そんな学生時代辛かったことも全部ね吹っ飛んじゃう、全部そういったね、不安もですね柴田慶也がですね済んでくれるんですよ。そういった懐の深いですね、行動の男でございます。冷蔵庫の中にさ牛乳なかったな、どうしよっかな、そんな時は柴田慶也でございます。ぜひね柴田慶也この候補がいればですね、まあ牛乳はないんだけど柴田慶也がいれば間違いない。ぜひねこの品川に、品川区政にですねこの本格的に皆様の暮らしを守っていく、そういった資質のある柴田候補でございます。今日もね、外の天気はなかなか暑いです。見上げるとね、太陽を見るとねちょっと目が痛くなりますよね、ちょっとやっぱ眩しいな、そんな時は柴田慶也ね、太陽を見たら眩しいよ、だけど柴田慶也を見たらもっと眩しい、ね、こんなことがあるんでしょうか。太陽よりも眩しい男でございます。それが柴田慶也でございます。ぜひ皆さんにこの柴田慶也候補のですね、この働きというものをぜひ期待していただきたい。そのためにはですね皆さんの貴重な一票が必要なんですよね。皆さんのお隣にいる方にもぜひ柴田ちゃんよろしくよと、柴田ちゃんに入れようよというようなことをぜひ皆さんも言っていただきたいね。本当に、ここの自動販売機スイカ使えるのかな、どうなんだろう、そんな時は柴田慶也に聞いてください、わかりますから。
そこの自動販売機がスイカが使えるかどうかもね、分かるんです。この男は違いが分かる、スイカが分かる、 IC カードが分かる、そういったですね、男でございます。品川にといえばこの柴田圭也しかいないんですよ。最近ね、私的なアンケートを取りました。品川区でね、圭也と言ったら誰かというね、質問にナンバーワンの答えが柴田でございました、ね。品川区の圭也と言ったら柴田なんですよ。もうトップでございますよ皆さんね。本当に今日は暑いでしょ。暑いとちょっとなんかこう立ちくらみしちゃったりしますよね。そんな時には柴田圭也でございますよ。すっと支えていただきます。皆さんが立ちくらみをしてね、ちょっとこうよろめいてもね、そんな時には柴田圭也がですね、皆様の背中を肩をそっと支えていただきます。これはね、言い方が一つ比喩的な言い方ですけれども、柴田圭也という候補はですね、皆様の安心安全暮らしというものを守っていくんです。そのためにはですね、本当に、皆様の手となり足となり首となりというとちょっと綾野坊ちんまろさんのネタになっちゃうんでね、言わないですけれども、手となり足となりですね、皆様の頭脳となり、この品川区政品川区民のために働かせていただくということでございます。それをですね、ぜひ皆さんにやっていただきたい、このね、戦う候補でございますよ。先日ね、その柴田候補ちょっとね、体もしっかりしているので柴田候補のですね、胸板をちょっと触ったらですね、割と熱いんですよね。やっぱり男性だなという感じでね、もうその柴田候補の胸板の厚さとですね、柴田候補の懐の深さ、この2つがあればですね、品川区を任せて間違いないと言わせていただきたいと思っております。柴田圭也、今日はこの目黒駅でですね、応援演説をやらせていただいております。柴田圭也ね、本当にこの間ね、ちょっとコンビーフがね、コンビーフを開ける缶切りがなくてね、ああどうしようかなと思ったらね、柴田圭也がパッとやってきてね、シャシャシャコンビーフの缶を開けちゃった。すごいんですよ、コンビーフの缶だってね、サササッとできるんですからね。もう開けたらね、コンビーフでした。はい、こんなね、本当にもうどっかでですね、いたら安心だな、安全だな、まあ便利だなって、そんな方がですね、柴田圭也なんですよ。先日ね、不動産の話をしていてね、あここはね再建築不可かな、どうなんだろうな、あでもここ市道入ってきたから、ここにちょっとこう面積広げたらっていう悩んでたら、そこに柴田圭也がやってきてね、この面積をですね広げたら再建築可能になるよという話をしていただきました。まさにね、不動産に関しても皆さんの暮らしに関しても非常にですね支出しているのが柴田圭也でございます。ぜひ皆さんにこの間違いない男をですね、品川区政に送っていただきたい、そういった気持ちでございます。先日ね、今ありがとうございます、永井秀和でございます、間違いないでございます。ちょっとね、自分のスマホで音楽を聴こうと思ってね、もうイヤホンを耳に入れたらですね、右のイヤホンだけあんま聞こえなかったんです。あれあれって時に、そこで柴田圭也がやってきてね、その右のイヤホンをトントントンと叩いたら聞こえるようになりました。これが柴田圭也なんですよ皆さん。そうでしょ、イヤホン片方聞こえなくなる時あるでしょ。そんな時に柴田圭也、柴田と言ったら圭也ちゃんね、圭也ちゃんがね、もう本当に皆さんの
かゆいところまでしっかりとですねフォローしていただくという、そういった議員でございます。ぜひぜひこの柴田啓也に一票を投じていただきたい。皆さんのために必ず役に立ちます。もう何をするにしてもね柴田啓也しかいませんよ。本当にもうちょっとねご飯も食べたな あどうしようかな。この後どうする、帰る、どうしようか。あそうだ、柴田啓也呼ぶかってことありますよね。まあちょっと誰か呼ぶかって時にね柴田啓也がいると座持ちするんですよ。それぐらいもう本当にあらゆる局面で平時であろうが有事であろうがですね、どんな時であろうがどんな時も柴田啓也でございますね。ちょっとねまあ某歌手がどんな時もどんな時もと歌っていましたけれども、どんな時もと言ったら下の句は柴田啓也、柴田啓也でございます。この男がいたら間違いないんですよ。本当にちょっとこれ種火の付きが悪いなと思ってもね柴田啓也が現れるとカチッついちゃうんですから、本当に奇跡のようなことが起こりまくりまクリスティですよね。そんなですね柴田啓也をぜひ皆さん本当に一票投じていただきたい。品川区にこの人ありでございます。まあ本当ね、柴田さん品川区にいてもね港区にいてもね、まあ、新宿区にいても、まあ、どこにいても大体似合っちゃうんですけれども、ただね一番映えるところ、柴田映えするところはやっぱり品川区なんですよ。これ言わせてくださいね。柴田はね柴田ももう呼び捨てしますけれども、柴田啓也はいろんなところ映える、うん、赤坂も映えるし、ね、浅草も映えるよ。でもね一番柴田映えするのはここ品川区でございます。ぜひ柴田啓也を、柴田啓也をぜひぜひですね1票2票3票4票と積み上げていただきたい。そして積み上げた時にはですね皆さんですね新しいゾーンに入ってくると思いますよ、ね、皆さん何かお困りな時があった時にはぜひ柴田啓也を呼んでください。すべてね区民の困りごとというものに関しても誠心誠意対応させていただきます。鋭意検討するのではなく誠心誠意対応する男がこの柴田啓也でございますよ。まあどことのね、検討士をもう何千回も送っている某総理大臣ではなく、この男はですね本当に誠心誠意区民のために戦うんです。このことについては間違いないでございます。ぜひね、今日はこの柴田啓也、柴田啓也候補をぜひ覚えていただいて、品川区政の方で、ぜひ投票していただきたいなと思います。本当にね、年も取ってくるとちょっとなんかメガネのあれが合わないなとか、ちょっとこう前に持ってきたり後ろに持ってきたりねしちゃうでしょ。そんな時は柴田啓也、これはねもうメガネのねこの度がねどれぐらいで合うかってことも分かるんですから、本当にもうメガネが合わなかったらコンタクトレンズ持ってきますから、そういう男でございますよ。それが柴田啓也でございます。ぜひ皆さんに柴田啓也、柴田啓也候補をですねこの品川区で働かせていただきたい。今白シャツでタスキをかけているこの男でございます。この男こそが本気で戦う男でございます。この男にですねぜひ一票投じていただきたい。そして忘れないでください、柴田啓也でございます。皆さんね本当にいろいろなことがございますよ。ちょっとねベルトのあれベルトがちょっときつくなってきたなってありますよね。そんな時はですね柴田啓也なんですよ。ちょっとベルトがきついなって時にこう緩めてくれますから、そういう技も持っております。もうね何でもできるスーパーマンでございます。ぜひね、柴田啓也、
柴田圭也にですね、この品川区政で働かせていただきたいという強い思いでございます。今日は私もただただもう40分くらい話しちゃってますけども、まあ、いろいろな、ね、話に脱線しましたけれど、それではですね、品川区の今回のもう明後日です。明後日、選挙の投開票になりますけれども、柴田圭也候補にですね、お言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、古駅ご通行者の皆様、こんにちは。柴田圭也でございます。今、応援演説いただいたのは、間違いないです。一世風靡した永井秀和さん。永井秀和さんに応援演説いただきました。無所属ということでなかなか応援演説いただける弁士の方、応援に駆けつけていただくこともないんですけれども、永井秀和さんも西東京市の方で無所属で政治活動をしていて、そして子どもの権利、子どもにとってもっと優しい社会を作っていくという同じ思いで、場所は違いますけれども同じ思いで活動しているということで、本日私の応援演説していただきました。永井秀和さん、本当にどうもありがとうございます。目黒駅ご通行中の皆様、こんにちは、柴田圭也でございます。こんにちは、柴田圭也です。ありがとうございます。品川区の国民の皆様にとって本当に大きな生活に影響のある選挙はいよいよ明後日です。品川区長選挙並びに品川区議会議員補欠選挙、ありがとうございます。柴田圭也本人です。ありがとうございます。ありがとうございます。柴田圭也でございます。ぜひ応援お願いいたします。ありがとうございます。品川区長選挙並びに品川区議会議員補欠選挙がいよいよ明後日それを行われます。品川区民の皆様の生活大きく関係してくる選挙です。ぜひ皆様の一票を無駄にせず投票所に足をお運びください。そしてすでにもう期日前投票も始まっております。期日前投票行かれた際には品川区議会議員補欠選挙お2枚目の投票用紙には柴田圭也とどうかお書きいただきたい。漢字、難しいようであればひらがなで柴田圭也と書いていただいても結構です。ぜひ柴田圭也に皆様の一票を託していただいて、柴田圭也を品川区議会で働かせてください。柴田圭也でございます。ご通行中の皆様、目黒駅周辺のお品川区民の皆様、本当に明後日です。選挙戦も明日まで、そして明後日が投開票となっております。品川区議会議員補欠選挙、無所属でチャレンジをしております。私、柴田圭也でございます。本日はお昼時、ちょうどお昼時ではございますが、この目黒駅で応援の永井秀和さん、間違いないの永井秀和さんをお迎えいたしまして、こちらで街頭演説させていただきました。最後のお願いです。明後日投開票予定されております。品川区議会議員補欠選挙、皆様の一票を無駄にせず投票所に行っていただきたい。そして皆様の一票をどうかこの柴田圭也に投じていただきたい。柴田圭也を品川区議会で働かせてください。柴田圭也、ご通行中の皆様の一票をどうかこの柴田圭也に託していただきますよう心からお願いを申し上げまして、ここ目黒駅での街頭演説会終了とさせていただきます。本当にありがとうございました。